Thank you.
どうですか。大家好，我是神户阿胶总会武士队卢建良，请多多关照。はじめまして。私は神戸華僑総会武士隊の老健良と申します。よろしくお願いします。はい。今見ていただいたのは、中国の方でも南方系の獅子の南獅と言います。日本の獅子舞と違って獅子の頭はちょっと一回り大きかったりですとか、楽器も、太鼓、ドラ、シンバルと非常に賑やかな音で構成されています。言われとしましても日本の獅子舞同様に獅子に噛まれると、無病息災、商売繁盛と非常に弦を担ぐ祝いの、舞とされています。ちょっとすみません、今日中のほどの方々すみません、噛みに行けなくて。この獅子舞なんですけれども、我々演者はですね、この獅子頭を単にかぶって踊ってるだけではなくて、実は基本的な動作というのが8つあります。我々で言いますとバータイと言っています。その8つの状態なんですけれども、喜怒哀楽静動恐悸というふうに、基本の動作が8つあります。今日は比較的ダイナミックな演技を中心としているんですけれども、獅子舞も実はストーリー性を持たせた演舞というのが多くございます。でそこで獅子が例えば好物のものを探しに行きまして、その好物を見つけた時にちょっとどんな味がするのか楽しみになったりだとか、それを取るに至るまでにこう性の動き、動の動きを含めたり、でそれを本当に食べれるのかと疑ったりとか、匂い嗅いでちょっと驚いてみたりとか、そういった基本的な動作を習得した上で、演者それぞれが個性を出し合って表現を創意工夫しているところです。こんな獅子舞と私との出会いというのが、私がちょっと5歳の時です。私はこの日本の神戸で生まれて育ってきた中国国籍を持つ華僑と呼ばれる、そして私は3世にあたります。おじいちゃんおばあちゃん、そしてお父さんお母さんがいて、私がいて3世にあたります。一昔前ですと、こう華僑同士の結婚式とか宴会でこの中国獅子舞って非常に多く、呼ばれて、獅子を舞うことがたくさんありました。でそこで私もその初めて見た時に、大きくなったらいつかこれがしたいなと思う気持ちがありまして、高校生の時にこの隊に入隊しました。でそして時が経っていつの間にかちょっと体調を任せれるようになりまして、そこでどんどん年を重ねるごとにこの獅子舞の楽しさというか魅力に知ることができました。先ほど皆さんにお話したパータイムもそのうちの一つなんですけれども、あ、単純に動いているのではなくて獅子ってこういう楽しいところがあるんだっていうのを知って、ただ、ここ神戸で活動していく中国獅子舞なんですけれども、本土の方に行けば広東省ですとか台湾省とか、隣国でいうとシンガポール、マレーシア、そういったところでも実は中国獅子舞ですね、非常に、庶民に密着していて、至極当たり前のように獅子舞が行われているんです。世界大会まで、あるぐらいなんです。ただやはりここ日本でこの中国獅子舞をやっていく上で、なかなかそこまで認知度というのが低くてですね、我々華僑の中においてもですね、その中国獅子舞の意識というのがなくて、というのも我々3世もしくはこの後世4世5世になってきますと、やはり日本社会で住んでいるものなので、出会う方は日本の方が非常に多いですし、結婚するのも日本の方と結婚することが多いので、結婚式にそんな獅子舞を呼ぶっていう認識はほとんど今なくなってきているんですね。なので我々ももっともっとこの中国獅子舞というのを広めたいけれども、なかなか華僑の中でもそれが、伝承していけない、続けていけないというジレンマを抱えることになっていました。ただ、そこで海外の方と出会うきっかけがありまして、で他の団体を見ていますと、別に華僑にこだわらないで獅子舞をずっと続けられている方々、団体がたくさん多くありました。私もそこで改めて自分が何かこう華僑中国籍とかそういうのにこだわってた自分がちょっと違うんじゃないかなと思いました。というのも、ここ僕は神戸で生まれ育って、神戸というのはもうもちろん我々のような中国系のものもいれば、韓国の方だったり、インドの方だったり、欧米の方だったり、本当に異国民が一つの町で共存する、そんな町なんだなということを知って、
いろんな出演先で皆さんにこの中国獅子舞を知ってもらうだけではなくて、そこで知り合った人たち、興味を持った人たちに門戸を広げて、神戸らしく国際色豊かなメンバーがこの神戸華僑総会武士隊として共に一つの伝統文化、伝統芸能を一緒に後世に伝承継承していってもいいのではないかなと思うようになりました。最後に、今日見ていただいて、あ、楽しかったとか、あ、噛まれて嬉しかったという方もおられると思いますが、もしこの中に、1人でも、もしくは2人でも、興味を持っていただいてやってみたいという人がおられれば、ぜひ我々と一緒に一つの伝統文化、伝統芸能を伝承者となって一緒に担い手となっていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。